ウラディーミル・ウラディーミロビチ・シチェルバチョーフはソ連の作曲家、音楽教師。1887年、ワルシャワ生まれ。1906から1910年、ペテルブルク大学の法律、歴史、言語学部で学んだ。その後、ペテルブルク音楽院において、1914年までマクシミリアン・シュテーンベルクの作曲クラスで学んだ。これと同じ時期に、シチェルバチョフは、 ディアギレフの劇団でピアニストあるいはコンサートマスターを務めていた。また、アナトーリ・レアドフ、ヤーセプス・ビートリスにも指示。1914から1917年、広報勤務部に動員された。1918から1920年、モスクワのペレドビジニー劇場の音楽部門管理者。1918から1923年、 ソ連啓蒙人民委員部の音楽部門管理者。1918年から1923年まで、ソ連啓蒙人民委員部の音楽部門を管理する、傍ら大学講師を務める。レニングラード音楽院とトビリシ音楽院の教授を歴任した。門人に、ボリス・アラポフ、ワシーリ・リー・ベリカノフ、エフゲニー・ム・ラビンスキー、ガブリール・ポポフ、ミハイル・チュラキラがいる。 公共組曲局、ロシア、ありがとうございます。